割と7月30日土曜日の朝ですね。今日はちょっとお休みして自宅で仕事をしようと思っています。ちょっとここの窓が明るいんで、なんか昼間って感じがすると思いますけれども、えっ、ー、と、ま、とりあえずだから春学期の授業が終わったので、うん、僕らは、えー、採点をして成績をつける。 っていうでですすねね、まあ、段階にあるわけです、ね、その成績報告期限というのがあってそれがまあ8月のある日付なの8月の上旬のある日付なのでまあ何て言うかあ,ある意味あの繁忙期なんですよね。 だからちょっと今日もその採点とかをするのでまああのちょっとその通勤往復で2時間今日かかってますんでその分はさすがに採点とかできないのでその分をまあなんていうか節約するために今日は自宅で仕事をさせていただくとでなんかあのご用のある方は連絡をくださいと電話であったり LINE であったりメールとかねそういうのでくださいということでお休みさせていただいてるという感じなんですけどもまあでもちょっとこう採点ばっかりやってるとこう頭がねこう 熱暴走って分かりますパソコンとかで熱くなってくるとパソコンとは限らないか機械とかでずっと使っていると熱を,熱を持つようになってきてだんだん,だ,んだんだんその熱のせいで正常な動作をしなくなることを熱暴走と言ったりしますけどもそういうのがあるんでちょっとこう違うこういう雑談動画を何本か撮るっていうですねこう気分転換じゃないですか頭のリセットを今しようと思っているって感じですね。 で、えっ、ー、と、えー、おとといですね、ある 職員さんとと対談をしましまたとでこの雑談今回の雑談動画が出る頃にはその対談動画すでに多分公開されてると思います。今、えーとえー、編集が終わったのでご本人に確認していただいてる最中なんですけれども、今日と明日出す雑談動画ではその対談動画の中中に内容についてょちょっと喋ろうと思うんですが、この方ね、あのー、つい最近ですね、ここ1年ぐらいで急にこう近くなった人が、あのー 人なんでもともとその僕の仕事からすると接点がないはずの人なんですけれども、まあ、ちょっとした理由でですね、まあ、結構よく話をするようになってあのー、なんならその最近仕事での LINE のグループまでできてそこに僕も入ってるってちょっとこれはあんま詳しくは言えないですけどもかなり不思議なあの関係になってる方ですごいでそのしかもその対談してみたらすごい。 なんていうのもともとある点ですごい人だろうなと思ったら話してみたらそれがさらにこう僕が思っていた予想していた以上にすごい人だったっていうことが分かってちょっと何て言うのかな感動すら覚えた人なんですけどもでその人がいるチームがあるんですよねでそのチームの他のメンバーも僕よく知っている皆さんなんですけどそのチームが やっぱすごく頑張ってるんですよね、その大学のために。すごく頑張っていて、ちょっとその、雑、えっ、ー、と、対談動画で実際に出す部分とは別に話をしていて、っていうのは、対談動画っていうのは、あの、実際にこう対談をした、をするわけですけども、その対談の全てを使ってるわけではなくて、まあ、あの、一部なんですよ。だからその、カメラを回ってるけども、使ってない部分もあったりするんですが、そこも含めて考えると、 その方々がそのチームが大学のためにいろんなこう柔軟な思考を持って考え方を持っていろんなことにチャレンジしてるんですけどもその姿勢がもうとにかく現れた感じになったんですよね現れたんですよね、まあ、そういう姿勢を持ってるだろうなってことを分かっていたんですけれどもそのチームの皆さんがそれぞれ得意分野っていうのを持っていてそれぞれをこう補い合ってるっていう関係なんですけどもこれがねとにかく うこれはだから本んとにそのまああのー、他の大学さんでもそうだと思いますがその職員さんって移動があるのでね今のチームがこのままずっと続くわけではないんだけれどもそういう土壌っていうのかなみたいなものが今作られてる感じがしてすごくいい空気で回していける土壌ができてる感じがするんでねこれを何て言うか 保って何、ねまあ、なんならもっとこうさらによりよくできるといいんだろうな,いいんだろうなって思いましたけどね。まあ、それは多分この今のチームの皆さんだったらできると思うんでね。僕はちょっと本当に完全に部外者なのであれですけれども、まあ、まあ本当に僕になんかできることがあったやっていきたいなと思ったんですね。思いましたね。うん、ほんじゃまた